エムエです。ピオラーの皆さん、ピオリへようこそ。ようこそようこそようこそ。ふふ、頭おかしくなってきた。ちょっと今日頭おかしい日だもん。なんか地震起きてたし、ちょっと揺れすぎて。ようこその前に、うん、そう、新しい前が出てきたね。今日めっちゃかっこいいじゃん。いいだろ。じゃーん、レディーになります。乾杯。チーン。かっこいいね。レディーかっこいいよね。激おじやね。普通にイケメンって言うね。うん。あー、なんか心なしかちょっと渋いね。味も渋くなってる。大丈夫、カレー臭はしない。おい、謝れ。謝れ、おい、おい。いや、渋いって言うからさ。おーい。なんだよ。よくないぞ、それはよ。そんなわけないじゃん、もう。いい匂いがする、ね。いい匂いがすんだもん、みんな。なんか、あれよ、ワンピースのさ、うん、海賊がいっぱいいるじゃん。海賊いっぱいいるね。みんないい匂いです。みんなもう柔軟剤の香り。嘘だよ。でも確か私今それで思い出したけど、うん、確かワンピースのキャラって、うん、あれ公式だったかな、なんか匂いがあるよ、うん、確か。嘘なの。え、確か、うん、え、確かルフィ肉の匂いとかさ、ナミみかんの匂いみたいな。ああ、なんとなく分かる。 あれって公式じゃなかったっけ。ごめん、なんか多分詳しい人いっぱいいると思うんだけど、うん、あ、でもナミがみかんの匂いは分かる。まあそうだよね、だってみかんだから紐づいてるよね。あれ、私ルフィ肉の匂いとかしたかな。ロビンか、花の匂い、お花の匂い。でもお花の匂いしそうやね、うん、ロビンはね。あ、でもどうかな、ロビンはちょっとあのいい意味ですごくなんか独特なお姉さんの匂いみたいな。なんだよ、独特なお姉さんの匂いがやばすぎだろ。あ、分かった、じゃあ、 あのエスニック系の。いや、でもそれは分かる。なんかそういう最初の方は結構エスニック系の顔だったもんね。エスニック、ね、エスニック系って言ってるのか分かんないけど、なんかでもエスニック系。フランキーはじゃあオイルの匂いとか。そうやね、あとコーラやね、それか。コーラね。え、ごめんごめん、でもなんかあったくない、なんか確か。チョッパーは、うん、オクセンの匂いだね、じゃあね。消毒液の匂いだね。それか、わたあめかも。あ、わたあめか。わたあめか。じゃあ、ゾロは？ゾロ？なんか樹木の香りみたいな。樹木？樹木？どっからできた樹木？なんかお香みたいな。私の理想を押し付けてるかもしれん。刀だから？なんかそうそうそう。ちょっと日本の和みたいな感じの。はいはいはい、サンジは油の匂いか、じゃあ。え、ちょっと気になってきたじゃん。今調べたらパッて出てこんかな？よし。パッと出てこなさそう。パッと出てこんか、ちょっといいや、まあ、そういうのなんかちょっとコメント欄でじゃあ教えてほしい。教えてほしい。ちょっと私マジで見てみようかな。ちょっとみんな教えてください。なんかなかったかな、あったような気がするんだよな。っていうことは今日はワンピースかな。うん、違いまーす。違うんかい。今日はな、今日は何かと言いますとね、こちらでございます。スヌーピーでございます。全然関係ねえ。前置きが全然関係ねえ。今、あれ、この前もスヌーピーやってなかったって思った人絶対いるよね。うん、一人では絶対いるよね。そうです、スヌーピーでございます。スヌーピー、これも実は私はゲットしておりました。スヌーピーね、あのね、一言で言わせてほしいんだけど、おしゃれ。うん、もう伝わってきてると思いますけれども、これ名前は何、スヌーピー。おい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 、隠れてんじゃねえか名前が。スヌーピー、あ、上の方でも見えるわ。スヌーピーアーバンセレクトショップ、うん、670円税込み、うん、え、待って、このさ、私さ、ブランド物に疎くてさ、このさ、スヌーピーアーバンセレクトショップってこのアーバンとかいうなんかさ、ブランドってわけじゃないよね。いや、コラボ商品とかそういうわけじゃないよね。なんかどうなんだろう。どうなんだろうね。なんかその辺ね、よくわかんないよね。ちょっと気になっちゃうんだけれども、どうなんだろうね。うん、そのあたりはわかりません。え、でも出てこないな。アーバンリサーチとか出てくるんだけど。あ、アーバンリサーチはね、なんかよく聞くけどね、うん、え、まさかそれなのかな。まあいいや、詳しいこと言ったら教えてほしいですけど、はい、まあとにかくこのなんかアパレルなんですよ、こういう感じで、うん、ほら、一番は、うわー、こういうの溜まってる。なんかさ、すごくだからいわゆる、うん、なんていうの、なんか下北沢とか、はいはい、サブカル系みたいな。あ、そうそうそう、あと
いや、下北沢とかよ、要は近くにカレーのお店があって同じこと2回言われてるわいや、とかさ、なんか表、裏表参道みたいな、あ、裏表参道、え、裏表参道って結構パワーワードだね。え、でも、実際そっち言うの、あ、違う、違う、裏原か、裏原か全然違うんだけど、え、ていうか、原宿の裏原がいわゆる表参道だっけ、あれ、あ、もうダメダメダメ、もうダメダメ、あの、もう私みたいな秋葉にしか行かない人はそういう話はしちゃダメなのよ、いつもなんかもう、でも原宿と渋谷と表参道は近いからね、歩いて行けるから。でもアスさん昔さ、うん、働いてたんじゃなかったっけ、そっちで。そうだね、そっち系でさ、俺は渋谷、じゃあ詳しいんじゃねえのか、そっちの方には。よ、まあでも道はわかるよ。え、でも私も、原宿の方から渋谷の、渋谷に行く途中にたこ焼き屋さんと揚げパン屋さんがあったのを知ってる私買ったもん、そこで。表参道の揚げパン屋をよく行ってた、うん、あ、同じ子じゃない、あの、キャットストリートの、あ、そうそうそう、奥の方に行くとワゴンカーの、そうそう、ワゴンカーの、ワゴンカー的な、ワゴンカーだっけ、そうそう、でもワゴンカーだっけ、そう、ワゴンカー、ワゴンカー、キッチンカーか、キッチンカー、キッチンカーだ、そんな感じだったね。買って食べてよ、私。で、たこ焼きも確か別の店だったかな、でもなんかその辺で食べてた、たこ焼きもあるよ、同じ店だっけ、あるある、でもあるよね、いや、同じとこじゃないよ、でもあるんですよ、あるある。え、でもキャットストリートの、うん、キャット大通りから、うん、キャットストリート入って、うん、左側にどっちもあると思う、左手側、あー、こっちね、そう、場所が今もあるのかって話やけど、でもあると思うよ、もし近くに行ったらみんな行ってみてください、うん、あの、美味しかったよ、普通に。揚げパンはね、マジうまいよ。え、食べた食べた、あ、マジでうまい、美味しかった、200円ぐらいだったような気がする、そこまで覚えてないな。いや、俺結構ね、食ってたからね。まあでも確かにそこら辺に行ってたんだったら、まあそうやね、そうだね、よく食べたくはなるだろう、あれは、うん、うん。まあとにかくよ、そういうところにありそうなよ、この佇まいってことが言いたかったの、これに関しては。で、こういう自転車がさ、ロードバイクっていうのかしらロードバイク、自転車とか言ってたから、ロードバイクが、ロードバイクがなんか壁にかかってますみたいな、壁にかかってますか、店の前なんか置いてると雨だらしになっちゃうんで、あんまり置いてませんと。はいはい、姫姫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 姫なのだ。なんか忘れちゃった名前、あれ終わり、なんだっけ、その次わかん、忘れちゃったよ、終わり、歌えるのか、じゃあ逆に最後まで、姫姫姫姫姫姫姫は姫なの、姫なのだ、姫、姫、ラブ姫、最高あれ、そんな感じじゃなかったっけそんな感じだった、あ、まあいいやっていう、ね、っていうことです、はい、うん、これさ、知らない人からしゃべったら今どうしちゃったんだぜ感じになっちゃってる気がするんだけど、知ってる人多分ね、多いと思うよ。ちょっと今入れといて、ポッとモザイクさ、ちょっとなんか姫姫姫姫のやつ、なんかさ、っていうことが1番でも私これおしゃれだと思います、はい、めちゃくちゃで、2番です。出たー、これなんかさ、なんだっけこれ、 MA1 みたいな、あー、そうだね、これ一時期めちゃくちゃ流行ったよね、これね、流行ったね、緑色のね、これからの季節におすすめのアウターズ、おい、これからの季節、これは私に向けて言われてんのか、発売時期がもう狙ってのあれなのか、あ、そういうわけじゃないか、そんなうまく考えちゃいかんねん、あ、とてもよくお似合いです、なるほどなるほど、あ、これもやっぱ可愛いね、うん、で4番、サイズ感はいかがでしょうか、靴だねこれはね、可愛いね、可愛い、可愛い、で5番、じゃじゃん、デニムは全てヴィンテージもので、ヴィンテージものって何なん、そもそも、ヴィンテージって古いものだよね、デニムタグはミニシートを切り取ってください、あー、なるほどね、ついてんだね、もう6番はこちらのトップスは人気商品です、あー、ここに置いて並んで売ってるのある、確かに確かに、うん、あるある。で7番、小物も充実しております、はいはいはい、そういうのね、これちっちゃそうだな、はいはいはい、これちっちゃそうな気はするけど、一応机はあるからどうなんだろうね、うん、で8番、あら、かわいい、なんかさ、この8番のさ、うん、シャンプーみたいなやつとかさ、うん、あのボタニカルシャンプーみたいな感じじゃない、これ、ちょっと雰囲気似てない、確かに、なんか言いたいことわかる、知ってるこれ、知ってんじゃない、知ってるかな、うん、よく知ってる、なんか一時期流行ったよね、
私ね、あれ使ってさ、私が買ったのか使い方が悪かったのか、なんかあんまり合わなかったんだよね。あの、ボタニストってやつの。そうなんだ。いや、わかる。俺ね、使ったことある。使ったことあるの？ある。俺、日本のシャンプーね、ほとんど使ったと思うけど、全部ダメで。ほとんど使ったは嘘ついたやろ、それとか。え、でも本当に。あ、さすがに嘘ついたな、それ。ちょっと思ったかもしれないけど、まあでもいろいろ使ったってことは本当に結構使ったのよ、どれも合わなくて、結局海外からあのオーガニックのやつ取り寄せてる。うわーうわーダリーダリーやったダリー。いや、まあでもあれだよ、石鹸も固形石鹸1個500円のやつ、あ、ダリーおい、牛乳石鹸使ってくれよ、マジダリーダリー。いや、でもね、あのいいんだよね。ああ結構あの意外とね、合う人は合うし、なんていうのかな、体質的にそっちの方が使わないとあの体に出ちゃうって人もいるから。そうだから、そうだよね、そうなんだよね、やっぱ合わないものは合わないね。そういうこと、そういうこと、まあ食べ物とかもそうだからさ、まあありがたいよね、そういう製品があるっていうのはね、っていうことでさ、まあ私が何を狙ってるかって話ですよ。はい、私さ、この靴可愛いかなと思ってよ。 靴ね、ちょっと可愛いなと思ってよ。靴ね、靴いいね。あとこの3番に関してはこのスヌピストがさ、あのね、スヌピストスヌピストねこれがね、スヌピストがね、試着をしてんだよね、またカッコつけてでしゃばって。何、はいはい、この顔、いやでしていいじゃねえかよちょっとさ、なんか煽り顔だよね、スヌーピーって。え、なんか実際でもこれ煽り顔になってない？なんかちょっと煽り顔だよね。ちょっと煽り顔やね。まあいいけど、そういうとこも可愛いから。でもちょっとこれだから、フィギュア、スヌーピーのフィギュアがついてるから、これはこれで結構なんか熱いのではって感じがするんだよね。私だからこのこっち側の5678よりも、こっちの1番とか3番4番が欲しいですね。なるほどね、2つあるからね、これね。そうなの、2つあるからかぶったら最悪やつ絶対にかぶらないから大丈夫。開けたいところだね、じゃあ早速開けてくださいよ。自転車もちょっと気になるよな。あ、靴1番3番4番1番3番4番ない、ね、ない。そういえば可愛いし、あとこの自転車の配色もいいね、白と ブルーとっていう、これもいいよね。いいよね。よし、じゃあ行くぞ。行きますぞ。134ね。134だ。靴自転車、あとこのスヌピストのやつ。スヌピストね、試着スヌピスト、スヌピストね。うん、行くよ、せーの、じゃーん。あ、靴だ。イエーイ、靴きた。いいじゃん、すげーじゃん。イエーイ、かわいい、かわいい。あ、かわいいぞ、これは。靴あり。靴ありやね、これ。ほんと。ありだ、ありだ。まあ、靴の、こういうなんか、ガチャ系の商品というかさ、小物系の商品ってあんまり見たことないように感じするんだけど。でもなんか、靴のさ、クローゼット商品なんか売ってるの見たことあるのか。ほんと？うん、なんか、確かあった気がする。俺がなんか、見逃してるだけかな。なんかね、あった気がする。ほんと？うわ、見て、みんな、これ。靴の箱がかわいい。ほら、かわいい、これ。ほら、見て。かわいくない？めっちゃ。あー、それは何？素材は何？素材は紙やね。紙なんだ、それ。うん。へぇ。で、入れられるんだけど、入れられる。うん。じゃん。靴は、こんな感じやね。まず1個目が。わ、かわいい！あー、いいかもね。え、結構リアル。靴さ、何繋がってるって？え、あの右と左繋がってませんよ。おー、だからちょっと待って、ロゴも見せたいな。なくすなよ。ほら、スヌーピーのロゴも入ってて、なんか質感もちょっとね、ザラッとしてる感じになってて、いい感じ。これ多分入るんじゃない？コンバース的な感じ、それ。そう、コンバース的な感じ、これ。いいじゃん、かわいいじゃん。なんかティンバーランドみたいなやつが前、クローズド商品で売ってた。あー、入る。あー、あったかも。入る。じゃーん。でもティンバーランドとか懐かしくね。あれ重いんだよな。あれさ、私一回さ買ってさ、ほんと昔ね、学生の頃、重かった。あれ重いよね。だってあれもともとマウンテンなんとか、マウンテンシューズじゃないけど、山登って、あれあれが重いのきつくない？あの、きついね。え、軽いやつがいいよね。ちゃんと入る、やば、超かわいいじゃん。ほら、入るんだ。ほら、すごい。で、
閉めれますよ。伊達に670円しねえな。そうやな、まあ670円ってそこそこ高いからな。え、結構高いと思う、うん。でもう一個がこちらになります。これに関してはね、あれやね、ニューバランス。ああニューバランス。ニューバランス。あ、違う、なんかあれ、え、どれ、あ、ニューバランスじゃないかって。なんだこれ、何系だと思う。これ S 系。 S 系って何？ S って書いてあるじゃん。おい、スヌーピーの S やろ、これ完全に。あ、そういうことか。スヌーピーとか言ってる。なるほどね。これスヌーピーってブランドやから、みんなさっきも書いてたもんね、スヌーピーって、ね、スヌーピーね、ほら、スヌーピーって書いてある、はいはい、これをいいじゃん。あ、こういう感じですね。はい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 。こっちに関してはスヌーピーのなんかロゴとかは入ってなくて、うん、ここに、ねえねえ待って、この子の名前ってそもそもなんだっけ思ったけど、このさ、スヌーピーって一緒にいるピヨコみたいなやつ、わかんねえ、こいつさ、こいつ名前なんなの。なんかいつも一緒にいる可愛いけどさ、見た目、うん、こいつなんなの。あ、鳥っぽい、ね、いたいたいた、これ、あー可愛いじゃん、なんか、え、靴履いてんだけど、見て可愛い、ほら、名前なんて言うんだろうね。え、こいつ何者？いつもいるけど。いや、じゃあ暫定チョコボで。チョコボ？ファイナルファンタジーにチョコボってキャラクターがいるんだよ。え、何それ？似たようなやつが。え、なんか時計が出てたやつ。時計？あれ、違う。時計ですか？ちょっと待って。どこの記憶だろう。え、でもそんなのいたの？そんなのいた？チョコボでこういうキャラだよ。ちょっと似てるでしょ。確かに。似てるでしょ。チョコボ知らない人のためにちょっと見せてあげて。あ、そう、そっか、みんな、いや、多分知ってる人は多いと思うよチョコボ結構多い、二つやない。待って、ピントがあった。確かにな、まあまあ、確かにな。でしょ、チョコボがちょっとマイルドになった感じでしょ、顔。でもこっちの方がちょっと、あの、可愛いかもね。デブチョコボっていうのもいるんだ。ちょっと待って、こいつの名前調べてよ、だったらいいから、チョコボいいからさ、こっち、これ確かに、あ、なんか、お、長年さ、名前をさ、覚えてないけどさ、ああ何なんだと思って。スヌーピーはスヌーピーやからな。うん、でもあるよね、絶対名前ね。いや、絶対絶対ある。スヌーピーとしかもう、今まで認識しなかったわ。ああ、言われてみれば。ウッドストック、ウッドストック、ウッドストック、なんかウッドストックか、ウッドストック、なんか忘れそうだな、なんかウッドストックっぽくないもん、なんかなんか、ウッドストック、ウッドストップ、ウッドストック、ウッドストック、木をウッドストック、木をストックする鳥ってこと。木をストックする、あの、意味を探るのやめとこうぜいや、なんか覚え方あるかなと思って、ウッドストック、ウッドストック WS、 ウッドストック、あまり興味なさそうですね。どうした？まあいいや、可愛ければいいんだよ。まあ、そうっていうことで、はい、1個目がこちらになりました。よーし、いい調子だぞ。次も狙いを出しますぞ。で、次は？次は3番か1番を出します。はい。はい、3番か1番ですね。いいじゃない。よー、いきまーす。せーの。じゃじゃーん！あら、違かった！でも、でも？なんだそれは。でもでも、8番か、あの、ボタニストやね。あー、ボタニストか。で、あ、でも可愛い、これ結構。本当、うん、可愛いぞ。大きさは結構でかいね。大きい。だからこれね、この2番とか1番とかとかもそうだけど、結構ね、大きかったと思うんだよね、多分。なんとなく。あ、でも確かにボタニストっぽいよ、めちゃくちゃ。ボタニストね。でもこの世界観すごくナチュラルな感じで可愛いね。女の子とかにも好きそうだって。ミニマリストが好きそうな配色やね。あと丁寧な暮らしとかの人が好きそうな色合いやね。すごく。よし。はいはいはい。これ解説とかあんのかな？なんか入ってるけどよ。うん、これが、あれ？うん？なんだこれ？お、見て、これ組み立ててなんか袋作れるっぽいぞ、なんか。お、今ハサミがここにねえからよ、うん、とりあえずこれちょっと今無視するね。まず1個目がこれやね。はいはい、出ました。これがちょっと癖があるんだよな、この観葉植物。わかるよ、こういうのあるよ、確かにある。ちょっとなんか、なんていうのこれ、なんかこう編み込まれた、なんとも言えない、このなんていうのこれ、このあるやん。朝じゃない？朝？ああ。
麻袋でしょ、麻袋でも、うん、あるよね、こういうのあるある、うん、あの、土のとかさ、はいはいはい、あ、そうだ、それだ、うん、それっぽい、うん、まあそうだね、まあいいや、それで、うん、まあいいやじゃないのよで、この、植物はパキラかな、パキラって言うんですよ、いや、わかんないけど、なんかパキラ、パキラっぽくね、うん、なんかわかんない、観葉植物全然知らないんだよでもそんな気するよ、多分これ本当に名前、あ、呼び方当てた、わー、これ靴と一緒に置いたら可愛いぞ、これ後で見せますわ、並べたところ。で、次がこれです、じゃじゃじゃん、手提げ袋、エコバッグ、手提げ袋、でもほら、質感もほら、見て、結構縫い目とかもあって、はいはい、なんだっけ、縫製跡、縫製、あれそれ、笑っちゃいけない縫製、縫製マイク、アウト、アウトこれはアウト、アウトか、それタイキックも、この前やったよね、そういえば一番苦しい出らんかったからな、フィギュア、ね、出なかったね、うん、いやでもあれ出てくれたらさ、塗ったのにな、あ、塗ったかもね、出たでよう、それはそれで面白かったんじゃないか、そうやな、リベンジ、リベンジするにももう古すぎるから、古すぎるな、ねえからよ、よし、じゃあろうそく入れようかね、あ、出た、この前なんか話題に出たろうそくです、こういうろうそくは実用的なインテリアですね、実用的なインテリアってやっぱりちょっと違和感あるんだよな、ここにシールを貼りますね、実用的なインテリアは別に、あ、そのまんまやろ、あ、そっか、実用的なインテリア確かにそのまんま、でしょ、じゃーん、かわいいね、ほら、かわいい、普通にかわいい、いい感じ、これはこれが商品で売ってたら買う人はいるでしょう、んこれはな、これは結局何なんだろう、今シール貼ってます、これは書いてるね、スヌーピー、これな、じゃーん、リアルだよね、可愛いし、リアルで可愛いです、結構ボタニカルシャンプーみたいなの、これでもシャンプーじゃないんだよね、アーバンセレクトショップ、ディオーリージングスプレー、ディオーダー、ディオーダーリージング、無理すんな無理すんな、ねえ、これなんて書いてんの、これ、どれ、みんなわかりますか、ちっちゃいと見えないんだけどさ、よいしょ、あー、でね、読めないね、デオ、割り割りはね、英語は堪能じゃありませんので、デオドライジングってものかな、デオドライジングってなんやね、もうそれは読めたところでわからんのよ、もともと知ってないのよ、デオドライジングって、あ、でも多分これさ、うん、洋服のミストじゃない、なんか、あ、そうかもね、さすがにだってこの、このレベルのこのタイプのでっかい観葉植物にはちょっと霧吹きだとだいぶちょっとちっちゃいような気もするから、確かになんかそういう服のミスト系じゃない、多分確かにそうかもね、っていう気がしますけどね、なんとなく、なんか言われてみても俺もそんな気がしてきた、そんな気してきたでしょ、うん、あ、そういえばさっきの靴の方にもこれが入ってたんで忘れないようにしないと、ちなみにみんな、あの、これね、これ靴の方に、これね、あのスヌーピーアーバンセレクトショップが完成した暁にはちなみにこんな風になります、じゃーん、シートが入ってるの、おしゃれです、あの、なんていうの、こういう、ほらパッケージにもあった、こういう感じになるの、あー、なるほどね、ミクミクルーム的な感じで、あ、そういうこと、そういうこと、これはね、結構可愛いと思うよ、私的に、揃えたらいい感じだよっていうやつか、そういうこと、そういうこと、なるほどね、で、私はね、一旦このここに置いた様子をちょっとみんなに見せたいから、それを見せます。はい、じゃじゃじゃん、こういう感じですね。可愛いでしょ、めちゃくちゃ。ほら、今回2つだけど、2つでもだいぶこう雰囲気が、セレクトショップ感がもう漂ってますよね。なんか他のガチャ系のやつとさ、組み合わせても違和感なさそうだね。あ、なさそう。で、私そうなのよ、思うんだけど、私この手のタイプのクローズド商品系のものもやるじゃない。だから、うん、後々なんか組み合わせた、本当なんか並べられそうだなと思ったよ、それこそゆるキャンやった時に、うん、あ、これゆるキャンのフィギュアとこれ一緒に飾れそうとかさ、なんかそういうのあるなと思って、うん、
確かに、うん、単体で飾るのも可愛いけど一緒にして飾るのもいいよねっていうお話です。はい、ということで今日はスヌーピーアーバンセレクトショップやっていきました。このチャンネルはいろいろやっていくのでまた遊びに来てください。メインチャンネルも更新してるのでムエマンチャンネルも遊びに来てください。いつも見てくれてありがとうございます。じゃあまた次のビオリでお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。